私たちは人生の一番大切なパートナーとしてお互いを選び、ちょっと決めてるから社長気合い十分に入ってます、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。もうコメント始めてくれるんで、まだライブで見ていただいた人もいると思いますけど、まだ俺らもこと来たばっかだな。はい、もう今入場したばっか、受付して、はい、ここはなんか、ここはね、カンタさんと翔さんの地元の方たちで、そうカンタさんも仲良く、あ、そうそうそう、この方 YouTube 見てみよう。はい、ついてるのに、あの、なんか4人でなんか家でなんかわざわざしゃべれ、わざわざ見て、後ろで、長方に後ろでぼーっと見てるからね。ありがとうございます。ありがとうございます。どちらの友達さんなんですか。あ、どっちですか。あ、ペコちゃん。同級生。言い慣れない。皆さん結婚されてるんですか。あれ、なんか噛んだ。ありがとうございました。岡部がまた映画かっこいいな。いや、なんか違う人みたい。なんかネズミこうやってる人みたいな。こうやって見てさ。あ、見て、ケンさん来てるから。ケンさん。おお、ケンちゃん。お久しぶりです。あ、見よか、どちらさんって呼ばれちゃったもんね。呼ばれたったもんね。呼ばれちゃったもんね。元気そうです。俺、そうそうそう、これ動画で出るのにこの感じの二人があれからのこれだからさ、急にぶっ飛びすぎてさ、あ、そんなんすか、お前なんだろ、ぶっ飛びすぎてさ、視聴者からしたらついていけないよね。もう、そうか、そうか。ちょっと暗め、想像する、ちょっとお前らも想像する、やりたいです。返事しろよ。もうすぐお二人を迎えいたしますが、その前に皆様へとご案内をさせていただきます。こんな緊張するんだよ。緊張する、うん、なんかドキドキしてきた。、うん、まずは新郎様をお迎えいたしましょう。カンタさんの姿が見えましたら、皆様の温かい拍手でお迎えください。それではどうぞ後方扉口へとご注目ください。新郎カンタさん、ご入場でございます。
ありがとうございました。ではお父様と一緒にカンタさんのもとにお進みくださいませ。大きな拍手をお願いいたします。私たちは人生の一番大切なパートナーとしてお互いを選び、本日皆様のお立ち会いのもと結婚をいたします。今日から5人で恋風の時も向かい風の時も思いやりの心を大切にお互いを信じながら歩いていきます。いつも笑顔と優しさに満ち溢れた温かい家庭を築くために努力することをこれに誓います。2023年3月26日佐々木パンダ。続いて迎えるかけがえのない瞬間、つなぎ目のないことから永遠の証とされているウェディングリング、お二人の絆を結ぶ結婚指輪の交換。そしてここでその指輪をお運びいただく素敵な方をご紹介しましょう。
これからは自分があなたを守っていきます。この気持ちを込めてベールを上げていただきましょう。ベールアップお願いいたします。それでは新郎新婦によります、ウェディングキスです。お願いいたします。ゲストの皆様にも参加していただいて、世界に一つだけの結婚証明書が今完成しようとしております。参加型楽しそうだと思うかし、ずっと自宅で飾っていないという気持ちで、それでは完成しました、結婚証明書ご披露、大きな拍手お願いします。カントさん、皆さんの結婚を認めてくださるのであれば、賛同の拍手をお送りください。新郎新婦退場でございます。どうぞ皆様の大きな拍手でお送りください。めっちゃカントさん私見てくるけど私じゃないですけど。
いただきました小林と申します。ご結婚おめでとうございます。神田くんさんが2人ともが社員に与えてくれる本当に幸せなこんな席に喋らせていただくことってなかなかないと思うので、2人の会社での風景などをちょっとお話ししたいなと思うんですけど、まずは神田くんからのお話です。何を言ってもああみたいな出てきて、今日現場早く終わるかああお前今から優勝させてもいいかああでもほんとああでも怒ってもお前以外にしとけよって現場で問題など起きてもああみたいな、こんな神田君ですが、もう会社に入っては9年18から入って本当に何もできないところから入って、今では現場の責任者任されて本当に頼りがいがあって、本当に9年間一生懸命まっすぐついてきてくれた優秀な社員です。続いてさんの話、これはもう僕の中ではもう一つしかないなと思ったんですけど、とにかく強いとにかく気が強い足場チーム一番うちでいいやろ、荒くれ者とか本当に問題児、足袋本が分からないみたいなやつとかね、人が産んだら子たちが働いているところで本当に、まあ、お母さん的役で相談役、時には本当に僕がもう怒れない、やっぱ足場半端な僕が距離があってあんまり言えないような、逆にお母さんがまだいかにしとけよみたいなことを言ってくれる、まあ、本当に足場さんにとって会社にとっていい母親役なのかな。はい、ちょっとないだろうもうちょっとアドバイスって僕からはできないと思うんですけど、一言だけ教えてください。今日は楽しんでください。おめでとうございます。寄せ書き
ていただいたメッセージのぬいぐるみも一緒にお渡しいただきたいと思います。ではお子様方、パパとママにお渡しくださいませ。見てると思います。でもさ、誰だって。はじめまして。これこれね、カンパ君とペコちゃんがね、見させていただきました。あの僕らが初めてね、何か農場さんとコラボさせてもらった時、このメンバーでね、行って、その時カンタ君とペコちゃんがね、お世話になって、何か思い出ある。でも、カンタはイケメンだし、ペコちゃんは可愛いなと思って。やっぱりね、俺もカンタはもう俺に似てるなと思ったの、会った時から。で、ペコちゃんに関しては、もう未だに忘れれないのが、焼き鳥をあーんってしてくれた時、あん時のカンタの顔が面白くて面白くて、まあその時の動画は、いやいいいいいい、まあまあまあそういう関係だったんだ。俺ならだって逆でカンタがなんかナオミにこれどうぞみたいな。そうだ、なんか優しいんだ名古屋の男は。ああで言ってた、あれ優しいだけよ、なんか騙されないペコちゃん。おめでたいんだから。そうだそうだ。で、今回ねちょっと行けなかったから、まあこれこちらから電報でも今から送ろうかなと思ってるんで、ハト飛ばして、ハト届くといいね。はい、まあそんな感じで、だからね、短くまとめてくれって言われて、だから、のんちゃんには、負け、怒られたから、来たかった、来たかった、まあ、仕方ない、仕方ないじゃん、これ、このゆっくり行こう、ゆっくりな、落ち着いたらな、その時も一回みんなでね、お祝いできればなと思ってます。はい、じゃあ、この度本当におめでとうございました。はい、じゃあ、MZ チャンネルよろしくね。じゃあね。
騙されたな。でこれなったじゃん。だって悔しいよね。悔しい。行こうじゃん。行く。ここからは知らないんじゃないですか。俺らこの意見が出てたな。ここからは違う道具が流れているぞ。ハラミ。ハラミ。いい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 ね。そうでしょ、うん、だからもう行こう、もう直接言いたいおめでとうって。ああそうだよ、そうなんで痛くない、痛くない、頑張りない、行こう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 。結婚披露宴ですね、披露宴おめでとうございます。じゃあいい思い出を。
知ってました。ありがとう。おめでとうございます。泣いてます。もうカンタさんも泣いちゃってました。どうですか。マジでいいんだ。お願いできますでしょうか。しびれた。もうしびれた。マジしびれた。思ってた以上に。よかった。びっくりしてくれたならよかったです。ありがとうございます。緊張しますね。あ、なんでお前がこれからスピーチってなると緊張する。本当に？喋るの？いや、ないです。なんでやじゃん。これライブじゃないからな、しかも。お二人が進む
ご両親様へと続く道、大きな拍手でお進みください。ついてる。どこキーホルダーついてなかったし。いや、中に入る。あなたはすごい好きなんですよ。キーホルダーは何？ MZ さんだから8がいいんじゃないってなって。はい、そうですね。あ、ムータ8があるじゃん。こいつが言ってきた。そうですね。あれマジか。これもじゃない。じゃあ分かった。お前いい嫁捕まえて。あ、でもそうですね。これムータ。これもうすみません、なんか。視聴者皆さん。はい。入会道場から先言います。MZ さん、本当に。このね、まあ、お金じゃないけど、このすごい金額かけてわざわざ、ね、仕事も止めて来てくれて本当にありがとうございます。今後ともまたお互いに、まあ、YouTube も一生懸命やってきますので、ぜひチャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。はい、お願いします。せーの、またね。赤ラブシャツ、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 赤ラブシャツ。はい、名前は何ですか？名前何？名前何？言えよ。だって YouTube かなんかなんか有名かなんか出たいの？出たいんだって。あ、出たいんだ。でも恥ずかしがり屋の YouTube 出たい人。出たい人。